はい、おはようございます、金蔵です。6月19日もう8時半なんですけども、今日はこんなとこ来ました。はい、九頭竜川中部ですね、昨日解禁になってね、今日解禁2日目ですね。まあ解禁2日目ということと、まあ釣れるんじゃないかということで、結構すごい人ですね。あちこちすごい人ですわ、本当に。はい、でここはですね、ごま、あれ上に見えるのがね、うっすら見えるかな、五松橋ですね。五松橋の下流のここ線になります。もうここも非常に人気ポイントですね。でまあ今日人が結構当たりますけどいるんで、まあ、やれるとこだけちゃちゃっとやってですね、状況見たいと思います。はい、まあとりあえず、頑張ります。はい、はい、そういうことでね、早速おっ始めていこうと思います。はい、今日の仕掛けはですね、まあ昨日使ってたやつと一緒なんですけどね、007です。針はですね、早掛け系ですね、 6.5 号の4本怒りでスタートしたいと思います。もういい流れやし、九頭竜川でズカズカっとね、中に入ってきたいんですけどね、まあとりあえず最初でどんな感じかもわからないんでね、手前からちょっとずつやっていこうかと思います。でね、実はなんですけども、今日僕ね、財布忘れちゃったんですよね。券はもうあらかじめ買ったったでいいんですけども、財布は忘れちゃって、おとりが買えないな、困ったなって考えてた時にですね、たまたまこの場所来たらですね、お友達がいたんで、お友達に今おとりをもらってスタートします。非常に助かりました。感謝感謝です、本当に。なんかその僕の友達、昨日はなんか浅川行ったらしいんですよね。で100匹ぐらい釣ったらしいですわ。まあいいなあ、まあうまい子なんで当たり前なんですけどもね、僕もね100匹釣りたいですね。まあなんつっても昨日前日坊主ですからね、今年3回目の坊主ですからね、もう考えれませんわ本当に。はい、まあ今日はね、なんとか坊主回避を目指してね、頑張りたいと思います。まあ当たり前なんですけどね。ただね、九頭竜川はね、まあ川もとにかく大きいんし、まあ鮎もたくさんいるんですけど、油断すると本当ひどい目に遭うんで、ここはちょっと油断禁物ですね。はい、まあ、手前の方は一応あんまり魚、お池のある魚はおらんみたいですね。ちょっとずつ水深が変わるような辺まで、だいたいみんなこの入ってる川の中入ってるラインを見るとね、どの辺まで立ち込んで釣った方がいいのかなっていう参考になるんでね、他の人がどこいうところを釣ってどのぐらいまで立ち込んどるかって見るのも大事ですね。で九頭竜川はね、結構こう平坦な流れというか、あんまり変化が少ない川に見えるんですけれども、やっぱその中でもやっぱね、水の中にちょっと大きめの石があったりとかですね、掘れてたりっていう場所がやっぱあるんで、やっぱそういうところは今これ出してるところみたいにですね、絶対こう波立ちの変化が出るんですよね。でまあそういった波立ちの変化ですね、それをもう捉えてですね、その辺におとりを入れて探っていくっていうのが基本です。ただね、やっぱ魚影の濃い川なんで、そういう変化地点じゃないところでも普通に釣れたりするからね、ちょっとどこ釣っていいか分かんないって迷うことが結構ある川ですね。まあどこの川も一緒ですけども、どこでも魚はおるっていうふうに考えて、まあ可能性のあるところは全部おとり通していくっていうのが一番ですね。もう今自分の中でね、4箇所ですね、こういうところ、こういうところ、こういうところって形で4箇所釣れそうなところ今おとり通したんですけども、かからんですね。でまあ広範囲に探るためにね、やっぱ九頭竜川はですね、重りは結構有効やと思います。まあ僕は狭り使ってるんですけどね、やっぱ重りで広範囲にこうおとりを引いていくとか、広範囲に通していくって、そういう風にして魚を見つけて釣っていくのが結構いいですね、有効やと思います。特に釣る場所というかポイントを見極めれない人っていうのは、そういう釣り方した方が楽しめると思います。まあ、技術のある人はね、
おもり背張りいらんノーマルで十分やって人が結構多いんですけどね、うん、まあ、それでもやっぱ補助アイテムとして、絶対使いこなした方が自分の釣りの幅は広がるし、釣るポイントもやっぱ増えると思います。結構九頭竜川って反応が出てかかるよりかはいきなりバンってかかることの方が多いんでね。またかかったね、いやー、かかりました。これで坊主返し。そない簡単ではないんやな。やっぱ、お、かかった。まあまあやな、うん、おる。反応出た。あれ、あれ、また、小さいな。こういう浅いとこもダメなんやな。こういう浅いとこがいいってわけでもないんか。ガチャガチャのとこは、ガチャガチャのとこ、まあ石は明るいと思うけど、この辺問題はサイズやな。こういうとこは残りづらいけどな。やっぱあんまりやな。はい、そういうことで、まあ、10時回ったんですけども、まあ、ざっと1時間ぐらいだったかな。小1時間ぐらいちょっとあそこの下の瀬、そこのブロックの辺からちょっとずっと下がってってやってみたんですけども、でこの瀬尾島までですね。でまあまあポツポツとはかかって、まあ、自分が思っとるところの半分ぐらいかなではかかったんで、まあまあかなと思いますけど、まあ解禁2日目なんでね、ちょっとまたちょっと 1週間2週間経ったらどう状況変わるかわからないので、またちょっと確認しに来ようとは思いますけど、まあとりあえず場所移動します。違う場所もちょっと見に行こうかなと思います。ただ人が多いんでね、入るとこあればいいなとは思いますけど、まあとりあえず超か超か超か超過ですけど、はい、こんだけでした。まあまあのサイズも釣れたんでよかったです。はい、はい、そういうことでね、移動してきました。こんな場所です。五松、あれ下に目の五松橋ね、五松橋の上流ですね、と鳴川園庭の中間ぐらいのところから、幼稚園裏とかって言われるポイントですね。ここに瀬があるんですからね。でまあずっとトロ回り、瀬回りと、チャラ回りと、なかなか面白いところだと思います。まあ、とりあえず第2戦目ですね。2戦目はここでちょっと、まあ昼までかな、1時間ちょっとやってみたいと思います。頑張ります。まあね、人もね結構いるんでね、まあ自由に動き回って釣るってことは無理でしょうね。まあ、ちょっと手前のこのトロセですね、トロセの辺ちょっと泳がせ気味に探ってみてですね、釣れるかどうかのちょっと確認ですね。足元もね、まあまあ歯み跡はあるんでね、鮎はおるとは思うんですけど、まあおそらく一番鮎はもう抜かれとるんで、そんなに簡単にかかる鮎はおらんのじゃないかなとは思いますけど、川の真ん中の方がいいのかな、かかりそうやけどな、かかりそうやけどかからんな。石、縄張り持って石についとらんで、こういうところはちょっと難しいかもしれんね。よし、いやもうトロセは分かったで、いっか、ちょっとトロセは分かったで、無理いこうか。おいおい、お前九頭竜まで来てそんな分流やるなよって怒られそうですけど、ちょっとね釣れるかどうかはちょっと確認しとかんとね、まあ、下見なんでね大概の。うん、アユはめっちゃおるな。うわ、キラキラしとる。ちょっとキラキラしとる。おう。あ、落ちた。
いしょ。どこでもはかからんのか。おう、見える相手にしておると時間ばっか過ぎてかからんっていうのがよくある答えで、もうこれは無視した方がいいかもしれんな。もう一匹釣ったらとかって思ってもらえな。これはちょっと俺ではかけれんな。よいしょ、ダメやなこの群れは。やっぱりこんだけ動いたらかからんな。すんげえおるけどな。飛ばしてってどっかで石についとるアユを拾ってった方がいいかもしれない。うわすげえおるげ。これでもやりたなるぞ、こんだけアユおったら。うーわとんでもなくおるぞ。うーわアユだらけ。はい、そういうことでね、11時今40分なんですけども、もう、まあ、小1時間やってみた感じはね、本流やったけど全然ダメでしたね、トロセ。うん。で、まあ、こっち来て、この分流でちょっとやってみたら、まあ、3つ、3匹やったかな、3匹と拾えたんですけど、魚は養蚕おるんですね。まあ、釣り方間違えると釣れんけどっていう感じで、うまく釣れば釣れるんですよね。まあ、僕ではよう釣れませんでした。はい。まあ、とりあえずまた、移動します。はい、そういうことでね、3箇所目はね、こんな場所に来ました。あれ見えるのが鳴鹿園庭ですね。鳴鹿園庭、鳴鹿園庭ですね。それのすぐ下まで来ました。まあ、中部の下川って呼ばれる、要するに下の川ですね、中部玉の下川って呼ばれる一番最上流のところですね。はい、これはだいぶ川変わっちゃいますね。水がないでかしないけど真ん中の流れがないですね。まあとりあえずこの辺ちょっとね、僕もじゃないやまあ、30分ぐらいちょっとやってみてね、様子見たいと思います。はい、でね、今ね川渡ってきた感じではね、川の真ん中側ですね、左岸側ですね、中洲側ですね、中洲の方がね、石が綺麗でしたね。で当然魚もいっぱい埋めました。ただね、天然素性っぽくてちっちゃいのばっかりやったでね、大会で跳ねられそうなサイズがいっぱいいましたけど、青のろが結構ひどいねこれ。まあクズ流では当たり前なんですけどね、やっぱり風がだいぶ出てきましたねまあ下からのこの吹き上がりの風なんでね、そんなに釣りにくい風ではないですね。だからって釣りやすいわけでもないんですけどね。こんなとこでかかるのか。もう30分経ったんでやめますわ。はい、2匹かな。うん、5匹の3匹の2匹で10匹が午前中は10匹はい、まあ1時になったんですけども、4箇所目ね、4箇所目の場所に来ました。五松橋の上です。はい、五松橋ですね。はい、まあ、この辺でね、ちょっと、まあ、人はやっぱ人気ポイントなんでいっぱいです。はい。まあでも、やれるところ多少あるんでね、まあその辺をちょっとやりながら、この辺、小松橋近辺をちょっと探ってみたいと思います。さあ、ちょっと昼からですね、始めてみたいと思います。ちょっとね、昼から、人も多いんですけどね、ここ、小松の上。もう背方からちょっとやってみるんですけど、ああいうも結構いるような、感じに見えるんで、とりあえず何も考えずに今竿1本分川入ったところで
スタートしたんですけども、もしかしたら今自分が立っとるところがいいんかもしれんね。結構石色いいもんね。上手に泳がせれば多分釣れるんやろうけどね、上手に泳がせれへんのでね。かといって好き放題泳がしとったらかかるってもんでもないんかもしれんけどね。結構かなりが鮎がおるんやないかな。色いいもんね、石の色が。ちょっとね、人が多いんでなんとか川を切りながら左岸側行きたいんですけどね、そんなに簡単には行かしてもらえんかもしれないですね。わあ、やっぱ瀬形の辺だけやな、石綺麗なの。あんまりこの波立ちの瀬の中はいい色しとらんな、石の。かからんぞ、おい。何かからんもんなんか。魚かよ、魚かよ。絶対わからなかったけ。絶対ねわかるやと思ったけど。はい、そういうことでね、もう5時前なんでやめますわ。あ、もうちょっと釣れりゃ頑張るんですけどもね、まあ疲れた。釣れんのでやめました。昼から、まあ、1時ぐらいやったかな、この小松のこの上、この辺の瀬形から始めたんですけどもね、まあ、あの瀬形からね、ずっとこの辺ですよね、すごいやっぱおるみたいで、ピッカピカですわ、石も。ただね、群れなんですかね、石についてないんかしらけど、泳がそうが引こうが何しようがかからんのですよ、まあ、縄張り持ってないでしょうね、まだできてないって感じですね。でね、人の合間見ながらこの背をずっとやってってみたんですけども、意外とかからんかったですね。でやっぱ背の何ですか、橋上ぐらいですね、背の終わりぐらいですね、橋上のあの辺ぐらいはやっぱパタパタっとかかるですね。でその後も橋の下もちょっといろいろやってみたんですけども、まあ、かかるところかからんところはっきりしとるみたいな感じですね。なんかまだちょっと鮎が出来上がってないかななんて感じもするんですけど、ちょっとやりにくいところは素直にかかったよ。いやでも厳しかったですわ。はい、ということで、昼からの釣果ですけども、まあこんだけでしたと。わあ、死んでるしって話だけど、はい、こんだけ20弱じゃないかな。はい、20もおらんかな。はい、まあ15度かな、ちょっと感動してみようか。どれどれどれ、27が1日今日27ですね。はい、今日のチョーカーはですね27匹でした。まあ大会の下見なんでね、まあ、いいっすわ、はい、こんなもんでしょう。なんとなく傾向はつかめたんで、まあまたちょっと日をまたいでですね遊びに行こうと思います。はい、ということで以上、木蔵でした。それではまた。